IoT で広がる未来。新たなビジネス変革へ向けて、その次のフェーズがスタートしていきます。例えば倉庫内でウェアラブルデバイスを活用し、言語や距離を超えたコミュニケーションを実現すること。例えば観光客の流れや施設の混雑状況をリアルタイムに収集し、効率的な利用を目指すこと。例えば河川の水位や土砂崩れを検知して減災・防災を目指すこと。私たち NTT 東日本がパートナー企業様と進めているトライアル事例をご紹介しましょう。ある製造業との取り組みでは、工場の機械稼働状況を各種センサーを使って収集、クラウド経由でスマートフォンやタブレットに状況を表示しています。また収集したクラウドデータを活用して生産性向上に向けたコンサルティングも視野に入れています。ある倉庫業との取り組みでは、ウェアラブルデバイスを活用し、バイタルデータの確認や利用者の言語に合わせたメッセージの自動翻訳を行い、安心・安全で働きやすい環境の構築を始めています。ある農業法人との取り組みでは、カメラと映像解析技術を駆使し、ミニトマトの収穫量を予測することで生産性向上に貢献。また、さまざまなデータを活用し、労務管理などの効率化にも役立てています。さらなる広がりを見せる IoT の領域。NTT 東日本は地域密着型のサービス体制で、豊かな社会の実現に向けたブロードバンド IoT を通じて、皆様のビジネスをサポートしていきます。新たなビジネス変革へ向けて、NTT 東日本は次の IoT ビジネスの創出を目指していきます。